うまくいくはずがないんですよ、人生で。習慣にのっとってやると嫌なことができるんです。今日のことを充実してやる。20代前半の男性です。若いですね。何かに挑戦するときにいつも失敗する可能性を考えています。そのためどうせ失敗するのなら今やっている作業が全て無意味なんじゃないかと感じてしまい、作業自体が面倒くさいと感じてしまいます。その結果作業も進みませんし、挑戦したいという気持ちが薄れてしまいます。失敗する可能性を考えても面倒くさがらずに、行動できるようになりたいですということなんですが、先生いかがでしょうか。素晴らしい質問です。僕はね、僕はそういうふうに深く思ってね、僕は熱中してガンガンやるじゃないですか、小崎さんを知ってるよ。そうですね。まあ、もちろん失敗も多くするわけですよ。だいたい基礎研究なんて9割失敗ですからね、はい。そういう経験を通じて、僕は今どう思ってるかって言ったら、全部失敗すると思ってるんです。必ず失敗することを前提で全力で努力するんですよ。失敗することを前提で全力で努力するっていうことはどうしてできるかっていうと、目標はぼやっと立ててるんです、僕は。ぼやっと、うん。こういうことをやりたいな、こういうことがいいな、それで意識がはっきりしてもわざとぼやけさせるんです。それが僕の言ってる今日は朝なんですよ。つまり行為に重点を置くんです。今日やる行為に重点を置くんであって、行為の結果としての目標の到達っていうのは、もう考えたらね、もうできないんですよ。失敗が多いから。だから、失敗してもほとんど僕は、それは気にしません。うん、電車に乗って新幹線に乗ったら新幹線が途中で止まっちゃったと。それで時間に間に合わない。その時に僕はどう思うかったら、これが普通だと思うんです。止まるということは普通なんだ。普通に走るっていう方がおかしいんだと。必ずそう思います。だからだいたい2時間前に新幹線に乗るっていうのも、止まることが普通なんだ。人生っていうのはね、特に僕はそういう人生を送ってきたんですが、まあ、うまくいかないんですよ。だからうまくいかないってことを前提に全力で、しかし僕の人生だから全力は注ぎたいんですよ。だって、その時その時は僕の人生の時間だから。全力を注ぐ。ところが人間はそれができないんですよ。目標がうまくいかないのに全力注ぐってことは難しいんですよ。だから僕は目標をぼやかして、今日一日やることに重点を置くんです。うん、まあもちろんこの砂時計でも僕のこういうふうなのをやりたいなとありますよ。だけどそれと今日僕が砂時計に向かっている態度っていうのは全然離れてるんです。うん、その今日のことを充実してやる。それからね、もう一つはね、石黒先生にこれ、はい、これなんですよ。これなかなかいいのはね、はい、毎日ルーチンって書いてあるんですよ。これなんでかって言ったらね、あまりに目標を考えちゃいけませんよ。健康になろうとか、病気にならないようにとか、はい、太らないようにと考えちゃいけませんよって言ってるんですよ。これがなかなか石黒先生偉いとこですよ。毎日の習慣にしなさいって言ってるんです。うんうん、習慣に。習慣化することによっていいことが嫌じゃなくなる。習慣でやるから。これはね、このね、幸せ砂時計でいつか質問があったんですよ。はい。その時に、うん、嫌なことをどうやってやるんかっていうようなタイプの質問があったんですよ、うん。嫌なことをやるのはね、必ず習慣でカバーできるんです。カバーできたね。はい、うん。朝起きたら必ずこうするっていうんで、習慣化すると、習慣にのっとってやると嫌なことができるんです。今僕が一生懸命一つずつのことやってるのは、もう僕にとっては習慣化してるんですよ。うん、だからもうその目標が、ああ、やっぱりダメだったかと思えばそれで済んじゃうんですよ。まあそうですね。はい。まあ、失敗をね、どう定義づけるかにもよると思うんですけどね、まあ自分の期待した結果が出なかったことが、じゃあ例えば失敗だとしたらですね、その自分が期待したことが、ね、間違ってたという気づくいいきっかけになるということですよね。いやいや、それはそんな簡単に言えないんだよ。だって、京都に行くために新幹線乗ったら途中で新幹線が止まっちゃったっていう時に京都に行けないじゃないですか。その時しょうがないなって思うことなんですよ。
しょうがないなと。別にそれは当たり前のことだ。だって考えてみれば新幹線だって機械なもんだから止まるに決まってんじゃん。俺はそれも分かってなかったのかと思うってです。一回してくるってことなんです。そういうことですね。不満が残らないってことなんです。それがこの今の質問に対する答えだと思う。まあ失敗は当たり前だと。当たり前なんです。はい。うまくいくはずがないんですよ、人生で。そう。そう。そうですね。まさにそうです。はい。まあ、なのでね、ぜひ、まだね、もう20代前半ですからね、もうこれからじゃないですか。ぜひね、いや、これからずっと、これからね、あれ、うん、はい。これからずっと失敗し続けますからね、はい、20代前後半で油断しちゃダメですよ。まあどんどんね、はい、もうどんどん動いてくださいということですね。はい、わかりました。ありがとうございます。ご視聴ありがとうございます。もっと武田先生のお話を聞きたい方へ、武田先生に直接人生相談をしたり、 YouTube では公開できないお話を聞ける公式オンラインサロン幸せ砂時計村で、武田先生や意識の高い仲間たちと幸福な生き方、考え方を身につけ、笑いの絶えない毎日を一緒に過ごしませんか？武田邦彦公式オンラインサロン幸せ砂時計村参加受付中。詳細はこちらの QR コード概要欄をご確認ください。